社立平出身者は、兵庫県姫路市にある神社。張間国僧者で、張間地域では濁らずに、僧者、僧者さんと呼ばれる。社格は、式内商社、剣社。姫路城の中狂わないに位置する。60年に一度の一津山大祭、20年に一度の三津山大祭が有名。再建された、僧者古門鹿間郡岩座とは、岩族の平野部においての拠点であったようで。 平主神は岩大神であると言われている。出雲系である岩大神は大名虫の神と同一化され、平主神も大国主名であると言われるようになったと考えられる。神仏集合時代には神宮寺として般若院があった。また、針間天台六山による大般若会が行われていた。江戸時代には姫路藩主の数形が扱ったと伝えられる。 中央殿が空殿であることや神仙を剣ずる際に、西殿から行うなどの特色がある。拙者抹社ハリマ国総神殿非常に多くの祭事が取り行われる。主なものは以下、この他に、特殊大祭礼として一津山大祭と三津山大祭がある。初、エビス祭り吠えかごに乗る福娘、ハリマ国総者となった11月15日を祝って行われる。姫路祭とも、 新興祭で、御しが巡行する。普段は、中央殿は空殿となっているが、霊体祭の時のみ、本殿を大床中央にひもろぎを設け、旧所古霊人を祀る。20年に一度開催される三津山大祭三、津山の雛なが、国の重要有形民族文化財、一津山大祭と三津山大祭が国選択、県指定の無形民族文化財に指定されている。 一つ山大祭と三つ山大祭で、かつては、神事の内容が異なっていたようだが、現在は同じである。五種の神事やぶさめ、競馬、巫女あたり、一つもの、弓穂指が行われる。やぶさめと競馬は、きっを占う神事で、巫女、一つもの、弓穂指のものには、威夫としての役割がある。このような神事は、近代以前には、針間地域の多くの神社で行われていたが、 現在はあまり見られない。神事のほか、様々な放祝行事が行われ大祭りは、多くの参詣者で賑わう。針馬国一宮の岩神社においても一つ山祭りと三つ、山祭りが採行されている。こちらは三つ山が六十一年に一度、一つ山が二十一年に一度、岩神社を囲む白倉山、花咲山、高畑山、宮山という実際の山において行われる。 奏者の一つ山と三つ山はそれらをかたどったものであるという伝承があり、このあたりからも両者の関係が伺える。屋上作り物の古くは完成5年に記述がある。晴天7日といって、雨天の日を除いて7日間飾られた後、祭りの終了をもってすべて潰される。屋上作り物の中には、一つの町の建物の屋根を、 海に見立て50メートルから60メートルほどもある、クジラの作り物や、ラショウモン、義経の発想飛び、成平ヒラ・アズマ下り、畑のキなどの30メートルから50メートル級のものも多くあり、町ごとに規模などを競っていた。開エ年間の三津山大祭では、姫寺藩の家老が展示を1日延長するよう求めたが、先日の習わし通りに、祭りの終わりと共に潰された。 平成25年1月から3月まで、姫路市平和資料館で昭和28年の三津山大祭の時に発売された三津山音頭のレコードが展示、演奏されていた。伊勢神宮で行う神宮式年遷宮では、新宝も新調されるが古くなった神宝公典が1975年に譲渡されている。また2016年2月にも、 伊勢神宮の内宮と下宮に収められ千年の千宮で古くなった神宝のうち、川を強、道黒作りの御たち、血を弓、お盾の四点が譲渡された。論者として行や伊達兵初心者も上がったが、一般的には僧者のことであると考えられている。江戸期の姫路にあった作り物、田島の一式飾りとの違いは、AB 幻の SP レコード、 三津山音頭、を発見から平和資料館で展示。演奏中三津山大祭横綱白宝が土俵入りを奉納。神戸新聞2013年4月1日横綱白宝関が姫路で土俵入り奉納へ20年に一度。三山大祭記念で三継新聞2013年1月11日三津山大祭。31日開幕旧姫路城下で作り物巡り。 神戸新聞2013年3月30日、国宝級伊勢神宮の神宝姫路、張間国葬者へ。ありがとうございます。